はい、こんにちは。札幌占い美容室浜頭の後藤です。今回はなんかメッシュっぽいんだけどメッシュじゃないみたいな、なんか自然な感じの方が多分いいと思うんです。今日前髪カットとそのグレージュの、今日ダブルカラーかな、1回じゃちょっとできないので1回ブリーチしてからダブルカラーで2プロセスに今日はなると思うんですけど、2プロセスにして1時間ぐらいで終わるかなと思います。結構矯正やってるから上がりづらいなっていう気がして、毛量もちょっと多いかなっていう感じですね。かなりオレンジっぽく一回なるかなと思うんですけど、ムササビを混ぜてちょっとダメージを軽減しながらブリーチを全体にしていきたいと思います。まず前髪を切ります。同様に肛門を少し浮かした状態で根元の方を染めます。ということは、根元のこのところは表面の方しか染まってないって、裏面はあまりつけてないってことですね。それで全然大丈夫です。で、ここはステム90度で、根元の方を動かしたらステム90度ですね。はい、そしたら下ろして塗っていきます。ここですね。はい、前髪も同様に塗っていきます。前髪のところのぼかしは本当ちょっと丁寧に量少なめでいった方がいいですね。染まってないとこあっても大丈夫なんで、前髪すぐ染まるんで本当ちょっとムラかなってぐらい、やりすぎないぐらいがちょうど僕の経験上はいいです。はい、今度反対側塗ります。でブリーチ剤ってやっぱりの最初のアタックとアフターのアタック部分が結構ムラになりやすいんで、メッシュでホイールとかやってると悪くはないんですけど、 僕は結構最初と最後全然ダメージ変わるんじゃねえのっていう、塗るのに例えば20分とかかかってる人がいたとしたらそれはどうかなっていう部分は若干思います。薬剤を最初と最後で変えてるんだったらいいんですけど、あと塗布量とか変えれるんならいいんですけど、基本的なウィービングやってすごい時間がかかって、テーパーとかホイールとかたくさん頭につけて時間ばっかかかってたら、それこそやっぱり一番最後に染めたところに合わせないとダメだったりするんで、最初のアタックしたところがめっちゃ傷んだりとかするんですよね。でそこが発色がすごい早かったりとかするんで、ブリーチって本当に難しい技術だって僕は思ってるんですけど、そのまま気持ちがそのまま出るっていうか、やった塗布した量がそのままもうデザインに出ちゃうので、結構時間長くかかってるブリーチされてるお客さんはちょっと気をつけてくださいと僕は思うんですけど、まあ僕がこれ今これでもまあもうちょっと早くていいかなって思ってるぐらいなので、これだったら実際に通常のハケでブリーチ塗ってるよりもスピード速いんですよね。ハケで塗るとしたらまあすごいしっかりなじませていかないとダメだったりするんで、これ今濡れてないところもあるので、要は髪の毛があったら今ブリーチで 60% ぐらい、100のうち60染めてるような感覚かなと思います。残りの40は染まってません。でそれでいいかなと思います。浸透してない感じですね。もう時間ないからもう一回取り行こうかなと思って、時間手抜いてるわけじゃないですか。じゃあトイレ行きましょう。トイレするぐらいの余裕ありましたかね。いやでもちょっとここだけやってこないと、これ今放置してる間にちょっと今行こうかな。はい、で、ステム上げます。こんな感じで塗ります。スライシングとは全然違ってメッシュとは僕は思ってるんですけど、このコームだからできるメッシュなのかなっていう感じです。はい、これでとりあえず根元が終わりです。あと毛先ですね。今度は、この上からコームでぼかしながらまたつけていきます。今度毛先中心にため気味ですね。なんでちょっと量、ブリーチの量ちょっと使うかもしれないですね。でこれで毛先の方に向かってやっていきます。
で、あの毛先の一番先っちょってブリーチするとすごい傷んじゃったりするんで、そこはちょっとあの軽めにつけた方がいいかなと思います。あのこの先っちょですね、カットしないんであればそこが結構あの色入りすぎたりとか、あのダメージにつながり、毛先ってどうしてもフォーミングするとたまりやすいので、ブリーチがこの毛先の方はあんまりがっちりいかない方が結構綺麗だったりするので、僕はそうしてます。毛先はあんまり攻めないようにして、グラデーションの毛先明るいのは別ですけど、はい、でもこれでも根元の方がちょっと明るいんで、なんでかっていうと根元そぎが入ってますから、根元のいつも言ってますけど根元の量が1000本だとしたら、毛先の量がそぎが入ってるんで600本ぐらいなんですよ。でこの塗り方だと根元ばっかり明るく見えてしまうんで、毛先はもう全部塗るぐらいの方が結構バランスがいいグラデーションになるので、毛先の方は裏面も通します。いいですかね、裏面もちょっとこういう風に毛先の方だけ通します。表面の方じゃ毛先の方ですね、毛先の方は裏面もちょっと通して両面からやっていく感じですね。はい、裏面も通して表面も通す、はい、裏面も通して表面も通す、これでベースのブリーチが終わりですね。なんでもうコームしか使ってないんで全然で、例えばちょっとインナーをちょっと暗くしたいっていう場合は裏面に塗らないでちょっと暗くしてもあのありかなと思います。あえてそういうデザインにしたい場合はそういうやり方でもいいと思うので、でここで結構このカラー剤のついてるのがムラになっちゃってそのまま出ちゃうんで、結構ここ慎重で、綺麗にこう筋ができてるかっていうのをここで確認していただいて、はい、ちゃんとしたラインができてるかを確認していかないと、塗布量でブリッジっていうのは結構あもうちょっと限界かもしれない。はい、こんな感じで、はい、顔周りはちょっと残ってますけど、ここ染めたら派手になっちゃうんであえてやりません。それでラップをしてちょっとずらしていいですか、はい、皆さん分かりますかね、あの最初に塗ったとこと後で塗ったとこの色の差っていうのが、あのスピードで塗ったとしてもこれだけの差があるんですね。ですので、ネープからホイールとかやっていくとネープの毛って本来引っかかりやすいので、そこがすっげー傷んじゃうんですよね、一番ネープのところが下からホイール入れていくと。なんで結構早く塗っていかないとこれだけのムラがあるってことなんですよ。ではどん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 こっちはダメージ進行していきますので、なんぼトリートメントブリーチっていう形でまあいろいろ今商品ありますけどやっていってもどん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 進行していきますから、タイムラグをなくすっていうことが一番大切だと思うんですね。はい、で今こっちはね追加の熱入れて調節してます。こっちに追いつくようにして、こっちはもうなるべくこれでいかないようにして、こっちの方ちょっと今追いつくような感じでやってます。で今大体ですね、あのトーンは今こんな感じに明るくなったので、はい、でこれ流してで、時間がちょっとないのでシャンプー台であのカラーをして席に戻ってきて、でそれから流そうっていう感じですね。席で塗る時間がちょっとないのでシャンプー台で全部つけちゃいます。そうすれば1時間で前髪カットしても1時間で終わるので、あとシャンプーのポイントとしてはブリーチ剤が残ってるとあの染料が入らないんで、なるべく水シャンプーボールに水を、ちょっと今日時間がないのでシャンプーボールの撮影はできないんですけど、シャンプーボールにお湯をしっかり溜めた状態で、しっかりブリーチを抜いてあげるっていうのがポイントだと思います。はい、で今ですねシャンプー台の方でカラーを塗ってきたんですけど、あれ時計どこ行った。で今、もうこれで時間をいったら終わりって形なんで1時間で終わる感じですね。はい、ダブルプロセスでもブリーチのスピードが速ければ、全然早く終わるの で今ちょっとフォーミングだけしてちょっと時間を置こうかなと思います。
モデルさんの髪がちょっとオレンジっぽくなりそうだなという予測のもとに、10-91まずベースで、プレストの 10-91 を1として、あ、2にして、10-91 に、それから、ちょっと薄めのグリーンですね、でスローのグリーンと、スローのブルーを11で、10-91にスローのグリーン1、スローのブルー1、こういう配合になってます。グリーンを入れた理由としては、あのアッシュだけだとちょっとなぁと思ったので、ちょっとグリーンを入れました。で、発色するまでにちょっと時間がかかるので、まあギリギリまでちょっと置いてって感じですかね。だいたい10分ぐらいは置きます。まあだいたいいつもはワンプロセスのブリーチ、あ、ワンプロセスの、バレイヤージュのカラーとか、あーメッシュのグラデーションカラーとか、だいたい1回でやってるんですけど、まあ今日はもうこれダブルにした方が時間早いかなと思ったので、そうしてます。